ふう、やばかったな小僧。俺様がタクシーで駆けつけなかったら完全にドザエモンだったぞ。おい、目を覚ますんだ。こんなとこで寝てたら魔物に食われるぞ。助けて。悪かったな小僧、こんな怖い目に遭わせてしまって。ほら、これタクシー代の請求書だ。帰ったら親御さんによろしくな。なんだこの音。お約束のお腹が減った音じゃないよな。まさか今度は俺様が怖い目に遭うかな。サンタ、じゃあ俺様大ピンチ。あやー、魔物がいっぱい。アクタール、お前ここで何してやがる。俺様はただの通りすがりだ。偶然通りかかったところこの魔物たちに懐かれてな。どうやら俺様のファンだし、激しくサインをお願いしやがるんだ。それはまた熱心な感じだね。今にも食いつきそうではないか。ねえねえ、タラちゃん見なかった？あのガキなら奥へ逃げた。一応まだ死んじゃいないぜ。アクターレ、お前もしかして。おいアーティ、さっきの仮面の女が言ってた魔物ってこいつらのことじゃねえのか。早いとこ笛吹けよ笛。わかった。どうやって行くんだ。俺笛なんて吹いたことねえぞ。だったら思わせぶりに構えてきたぜ。もういつかせ。はい、姫様。うん、余も笛を吹いたことはないが、レディのたしなみとして楽器の心得はある。なんとかなるだろう。余に任せるがよ。どうしたのだろう。よく考えたら、その笛はアデルが口をつけた後で。あ、そうだね、間接キスじゃん。こんなまっしいものが吹けるか。
そこか。そこか。Yeah.
セイフ。おら。そりゃ。してはおれん。太郎を救わねば。よく熱心だな、お前。当然じゃ。家来の危機を見過ごすほど世は愚かな主君ではないぞ。姫君、あんたもしかして自分の意思で行動してる？宣告も申したはずじゃぞ。世は人質にされておるわけでもなく、改造されておるわけでもないと。けどそいつは魔王ゼノンを倒すつもりだってガキどもから聞いたぞ。なんでそんなのと一緒にいるんだ。それはまさか反逆しようと企んでいるのか。魔王ゼノンの一人娘、父親に反逆。親子の仁義なき戦い。こんなことがお茶の間に知れたらとんでもない大騒ぎになるぞ。このネタなら確実に全魔界ネットで放送されるぜ。ラッキー。反逆？世が父上に？そんな、違う。いやでもお姫様、他人から見たら絶対そう見えますよ。ゼノン様を倒してやろうって人の仲間になってるんですからね。ユウ君、もし初めから気づいておったのか。あれれ、もしかして姫様気づいてなかったんですか。そりゃまたうっかりさんですね。このバカ者、それを主君に進言するのが家来の務めであろうが。ねえねえ、タロちゃんのこと忘れてない？魔物に食われちゃってるよ。そうじゃった。今はタロを救うことに集中せねば。タロ、俺がお前を召喚したせいだ。黙れ、余計なことを考えさせるでない。もしも今は弟を救うことに専念せい。わ、困ったぞ俺様。ダークヒーローとして活躍したい俺様と、一刻も早くこの特ダネをお茶の間に伝えねばと焦る俺様が激しく戦っている。なあ、教えてくれ、
俺様を照らすダーク太陽よ、どうすればいいんだ。
よし、すぐに助けてやるぞ。早く早く、僕食べられちゃうよ。うろたえるでない、タロウ。夜が来たからにはもう安心じゃ。タロウは一人前の男の子であろう。将来立派な世の家来になろうという男はこの程度のことで怯えてどうする。すでに立派なロザリンのしもべと化しちゃってるね。戦いとなると生き生きしよるな。それほど戦いとは楽しいものか。だからそうじゃねえって。驚いたか。俺様は笛を吹きながら喋れるのだ。いや、驚いてるのはそこじゃないんだが、お前どうして？記念撮影なら後にしてくれ。俺様にできるのはここまでだ。あとはお前たちで何とかしろ。お茶の間が俺様を待ってるんでな。こいつは貸しにしておくぜ。いつか100倍にして返してもらうからな。こいつどういうつもりだ。ふん、あやつなりにけじめをつけようと思ったのやもしれん。けど、ちゃっかり笛はパクっていきやがったぞ、あいつ。あの、僕のこと忘れてない？そろそろ助けてほしいんだけど。そうだった、待ってろよ、太郎。
どうや。
くれてありがとう姫様。僕一生姫様にお仕えします。太郎、お主。僕感動したんです。本当に姫様が助けに来てくれるなんて。僕
か家来にしてください。姫様、僕頑張りますから。よかろう、タロウ、お主を正式に世の家来と認める。ありがとうございます、姫様。男がこれぞと思って決断したことに他人が軽々しく口出しするべきじゃない。それに悪魔とはいえあいつの家来なら悪い道には進まない気がするしな。じゃあロザリンのこと認めてるんだ。悪魔も女も嫌いだったんじゃないの。まあな、だけどあいつは他の悪魔とはちょっと違うみたいだ。おかげで無事に弟を救い出せた。力を貸してくれて、その感謝する。世の判断でしたこと、礼などいらぬ。それよりも問題はアクターレのやつじゃ。あやつが余計な報道をしよったら世が父上に反逆したと誤解されかねぬ。もしもそのような事態になったら。すまない、俺のせいだ。お前を召喚したこともアクターレのやつに知られてしまったことも何もかも。あれほど慕っていた父親に反逆したなんて誤解されたらどれほど辛いか。アデル、頭を上げよアデル。まだ反逆者扱いされると決まったわけではない。あのアクターレのことじゃどうせどのテレビ局にも相手にされず報道されぬ可能性の方が高いじゃろ。お前、でもそれじゃ俺の気が済まない。ならば約束通り世を父上のもとまで送り返すのじゃ。さすれば何も問題はない。どうじゃ、約束できるか。もちろんだ。必ずお前を父親のもとへ送り返すと約束する。うむ、その誓いしかと聞き届けた。もしお主が現状の世界を素直に受け入れおとなしく悪魔の仲間入りをするのであれば父上に取りなしてやってもよいぞ。お主とて家族を残して死にたくはなかろう。悪魔もなってみれば悪くはないものぞ。俺の目的はゼノンを倒すことだけど、ゼノンが自分から呪いを解いて全ての人間と世界を元に戻すなら倒すのは勘弁してやってもいいぜ。約束だ。よかろう、約束じゃ。じゃが夢忘れるでないぞ。お主と世は所詮敵同士、決して相入れぬということを。ニュースの時間です。本日正午、ベルダイム特派員サメさんから興味深いニュースが届きました。なんとベルダイムのコロシアムにおいて魔王ゼノン主催の舞踏会が開かれるそうです。これは魔王ゼノンの素顔を確認する絶好のチャンスかもしれません。
優勝して名を上げるのもよし、魔王ゼノンに挑戦するのもよし。腕に自信のある方は参加してみては。いずれにしてもこの舞踏会の開催によりベルダイムはますます熱くなりそうです。次はジャンプアップクイズのコーナーです。一発逆転なるかご期待ください。俺様が命がけで手に入れたビッグニュースがちっとも放送されねえ。テレビ局の連中、私たちを徹底的に無視しようってわけみたいに。私たちが生きていることがバレたら何か困ることでもあるのかしら。こうなったらどんな手段を使ってでも俺様たちが生きていることを証明してやる。見ていろよ、ダークヒーローの華麗なる復活劇を。ママ。ただいま、パパ。おかえり、太郎、花子。よく無事で。ありがとう、アデル。君のおかげだよ。俺だけじゃない。みんなの力さ。へえ、みんなの力ね。いい仲間ができたみたいじゃないの。そんなんじゃねえよ。照れなくてもいいじゃないですか。僕らは今や身も心も一つでしょ。何にしても夕食の材料が無駄にならなくてよかったわ。お礼に花子がごちそう作ってあげる。僕もお姫様のために作るぞ。うむ、楽しみにしておいて。要は腹ペコじゃん。ロザリンドさん、子供たちを助けてくれてありがとう。心から礼を言いますよ。うん、気遣いは無用じゃ。世は当然のことをしたまで。今日はゆっくりくつろいでね。自分の家だと思って。あい、わかった。家族とは温かきものじゃない。第6話、殺し屋。さてと、どうやってゼノンの居場所を探すかな。テレビに出てアピールしてみたの。パパ、どこにいるの。却下じゃ。そんなアホな真似をしたらそれこそ父上に絶縁されてしまう。父上は世の身を案じて世間に存在を知られぬよう努めてこられたのじゃからな。あれ、姫様、
様、ティンクがいないよ。まだ寝てるんじゃないの。カエルだし冬眠に入ったのかね。あの、もし…誰だ。拙者、名を雪丸と申すよ。ぶしつけではござるが、コロシアムの所在をご存知ではござらぬか。コロシアム、聞いたことねえな。ねえ、タロちゃん、コロシアムってあのコロッチー建物のことじゃない？うん、そうだね、きっとあれのことだよ。ああ、わらべは場所を知っておるでござるか。ぜひともご教授賜りたい。いいよ、確か時空ゲートの番号はGZ256 だったと思う。ほうほう、ゲートナンバー GZ256。 はい、わかったでござる。いやー、おかげで助かり申した。このご恩、一生忘れません。へえ、よっぽど大事な用があるみたいだな。いかにも、こたびあの魔王デマン主催の舞踏会が開催されることに相なったのでござる。デマン主催の舞踏会だと。さよう。記念すべき第1回大会の優勝者には、なんと魔王デマンへの謁見が許されるのでござる。デマンに謁見？それはまことか。宇宙最強とも噂される伝説の魔王ゼノンを間近に見る、またとない機会にござるよ。願ってもないチャンスだから、偶然にしちゃって行き過ぎじゃねえのか。別にいいんじゃない、楽に話が進んでさ。お主はその舞踏会に出場するのか。無論、忍者としての使命を果たすために出場するでござるよ。このござるっていうのも忍者の使命？忍者にとって最も大切なのは心にござる。僕の拙者のような未熟者の忍者は、まず日頃からの心がけが大事。だからござるなのでござる。そんなんで忍者になれるんだ。なんか僕にもなれそうでござる。さて、貴殿は…なんじゃ。世の顔に何かついておるか。その瞳に宿る雪のごとく光る。よもや我が雪一族のものでは。いや、しかし雪一族の生き残りは何のことじゃ。世はお主の一族など知らぬぞ。そうでござるか。その瞳の輝きは確かに我ら雪一族に。もしかすると母上がその一族とやらにゆかりがあったのかもしれぬな。そうでござるか。同じ一族やもしれぬ方とこうしてお会いできるとは感激でござる。拙者が無事に使命を果たした暁にはゆるりと語り明かしたいものでござるな。では拙者はこれにて。さらば。やつだな。ねえ兄ちゃん、これからどうするの。俺たちも舞踏会に参加するぞ。当然の判断じゃな。父上にお会いできる機会と知りながら黙って見過ごすわけにはいかぬ。すいません、朝シャンしてて遅くなりました。朝シャンって何笑うっての。いやー、こんな姿になっても昔からの習慣って抜けないんですよ。